全国の中学受験生の皆さん、こんにちは。中学受験専門プロコベ指導塾の塾長の飯塚です。今日は3月5日金曜日ですね。中学受験生の皆さん、頑張ってますでしょうか。今日はね、好スタートを切るための学習目標、このあたりをね、お話し、中学受験生向けにお話しさせていただきます。まあ、ついこの前ね、受験終わったばっかりなんですけれども、また3月入って新年度というところで、気持ちを入れ替えてね、新5年生新6年生になってきた人たちはね、まあ、新5、6年生共通でね、まあ、このあたりお話ししていこうかなと思います。この4項目今日挙げておきました。このまず1つ目、算数をゴールデンウィークまでに仕上げるつもりで速習するということを書いておきました。やっぱりね、算数を制す者は中学受験を制す。国語算数理科社会4科目勝負であることは間違いないんですが、算数っていう科目はですね、特に配点も高いですし、点数を上げていくまでに時間かかる。だけど一度上がってしまえば、試験の当日ね、算数が失敗するってことってあまりないんですよね。ですので、やっぱり算数開け切っちゃう、ね、仕上げ切るつもりで速習、早くやっていくっていうことですね。まあ、通常の大手塾のスピード以上にですね、ノアではノア式予習シリーズ学習法といって、予習シリーズを中心にして算数をね、早く仕上げる、学年関係なしにどん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 スピードを上げて仕上げていくと。特に予習シリーズ5年の上下ですね、このあたりのところが穴がないように、必修例題、基本問題、練習問題、そして週テスト、まあ、このあたりのところをね、確認していきますので、まあ、週テストは四谷の YT の過去問になってくるわけですよね。このあたりのところをですね、どん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 早めに仕上げてですね、模試にも慣れていってほしいと、過去問を使ってね、っていうところありますので、算数はね、仕上げちゃうつもりでね、早くやっちゃいましょうということを推進していますので、丸×三角つけながらですね、算数にまずは勉強時間をシフトしていきながらですね、重点的にして、ゴールデンウィーク、5月のゴールデンウィーク、今から2ヶ月後ぐらいかな、目標にですね、もう仕上げるつもりで、まあ、仕上げるっていうのは具体的に言うと、5年の上下までのね、練習問題までを全ての問題解けるようにし、そして週テスト ABCS ってあるうちの ABC ぐらいまではですね、5年の下までしっかり仕上げて、置いてほしいかなと。まあ、そこまでやっとくと、偏差値65、70、まあ、人虫で言えばですね、そのくらいのところまでは十分。昨年もですね、65、70ぐらいまではね、結構みんな通熟して、偏差値算数取っていました。そのくらいのところまではみんな仕上げていましたので、予習シリーズ5年の下の練習、そして週テストの ABC、 ここすべてとあの解き直しもしてね、完璧に解くようにしましょう。2番は、国語の学習は丁寧に取り組むっていうところだよね。ノアでは国語の学習っていうのはだいたい週1回で十分だというふうに言ってますけれども、まず文章読解ですね、量ではなく質重視、まあ、具体的に言うと、四字語接続語をしっかりすべてチェックして、そして計算を図って予習して、選択肢の切り方は消去法で切って、そして記述の回答の作り方ですね、これは抜き出し問題なのか、記述で完全に文章中の言葉を利用して書くっていう問題なのか、記述もやはり面倒くさくて最初ね、書いてこない子っていうのもいるんですけれども、やはりこれは必ず自分なりに間違えてもいいから答案は書いてきてください。これをね、確実にこなしていくことによって、ノアでは昨年のメンバーとかでも国語で困ったっていうことは、ここはね、ほとんど実はいないんですよね。まあ、昨年に限らず、まあ、歴代見てっても国語が苦手で国語で失敗しましたっていうことはほとんどいなくて、国語はみんなね、結構得点源にみんなしてます。ですので、まあ、2はもう結構ノア的には当たり前にみんなできるんで、1番のこの算数に力を注ぐためにも、国語は時間をかけすぎないと。まあ、もちろんね、出る順とか使って漢字とかそういうところはある程度、やってほしいんですけども、まあ、YouTube とかにもね、僕の方でこの出る順の使い方、学習の仕方、まあ、こういうところのね、勉強方法なんていうものをね、上げさせてもらってますので、まあ、よかったらそういうところも見てほしいかなと思います。とにかく、まあ、2は、まあ、週1回とかの授業だと思うんで、大概の人が算数国語2回はね、よっぽどの直前期じゃない限り、僕は週1でいいと思います。その分、算数は最低2回ぐらいは通常授業あると思うので、算数には力入れてほしいですね。で、3番目、理科社会に力を入れていくというところですね。まあ、今までね、だいたい新5年生の子にはね、あんまり理社のことは言ってないんですよね、実を言うと。まあ、とにかく算数って言ってるんですよ。でも新6年生になってきてる子は、やっぱり理科社会にそろそろ着手はもうしていかないといけない時期だよね。で、理科社会って言っても、社会は歴史、地理、公民だよね。
で、理科は生物、地学、ね、物理科学、生物地学4分野あるんですよ。これ含めて理科社会っていうことね。で、まあ、ノア的にはですね、理科社会もなんとなく一辺倒で理科社会とかって言ってなくて、この物理科学分野ごとに科目ごとを言ってるんだけれども、あと歴史、ここに力をこの時期は、まあ、特に夏前は入れていかないといけないかなと。まあ、公民は比較的配点が低かったりとか、あと地理っていうのは単純暗記が多いよね。で、生物地学っていうのも、まあ、比較的覚えることが多いんですよ。ただこの物理科学歴史っていうのは暗記一辺倒でなかなかいけないところもありまして、特に上げていくのに時間がかかるんだよね。で、物理なんていうのは算数との結構連動性も高かったりするから、この物理科学歴史に力を入れていくと、前半戦は特に、もうこの時期からね、もう物理科学歴史はね、そろそろ力を入れていってほしいかなと。僕は特にね、5年生の時ってあんまり言ってないんですよね、理科社会に関しては。むしろその分算数に入れましょうと。で、今までの算数のある程度も蓄積があるっていう前提でいきますけど、そうなってったらそろそろ理社っていうものにね、目を向けていってほしいと。で、4番目ですね、ノアではですね、過去問逆算学習法なんていうのもよく言ってるんですけれども、特にこの第一志望校の過去問を一読しておくっていうことはこの時期から重要かなと思います。昨年もですね、やっぱり大体ね、私立でまあうまくいってる子っていうのはもう夏休み、そして9月ぐらいには過去問一周、まあ、6年から10年分ぐらい第一志望校の過去問っていうのはもう一通り国産ですけれどもね、一通りやってるんですよね、大体のまでは。まあ、夏休みあたりはですね、まあ、順調にいってる子はもう過去問が勉強の中心になります。まあ、普通の塾に比べたらだいぶ早いと思うんですよね、過去問の学習の仕方。過去問ある程度力つけてから見ていくっていうのが、まあ、一応一般常識的な考え方になるんですけれども、やはり試験の日っていうのはですね、この過去問、特に難関私立になってくれば毎回同じ先生が同じように過去問に踏まえてですね、出題してきますから、しっかり過去問ができるようになっていくってことが重要なんだよね。だから、まあ、今の時期過去問がスラスラ解けますっていう人はほとんどいないと思うんですけれども、過去問は解けなくてもいいから一読しとくっていうかな、どういう問題がどういう風に出るのかなと。そうすると予習シリーズとか皆さんが普段勉強しているものがどういう風に形を変えて過去問で出てくるのかなと。テキストっていうのはですね、比較的解きやすく作られてるんですよ。だけど過去問は本番の試験だから難しく引っかかるように作られてるのね。それは模試以上にですね、過去問っていうのはやっぱ難しいんですよ。だから過去問が皆さんが第一志望校を受けていくためのものが、例えばアマゾンとかね、でもメルカリとかアマゾンとかで、ね、もう手に入るじゃないですか、古い過去問って。今年版まだ出てないかもしれないけど、で、過去問はね、古い過去問からね、最新の過去問までね、できるだけ、まあ、6年から10年分ぐらいはね、入手してほしいんだよね。だからできるだけ過去問、まあ、ノアの教室の方にはね、過去問がね、歴代の先輩の方がね、置いてってくれた過去問とかも結構ありますから、そういうのを使わせていただいたりとかしながらですね、しっかりと解けなくてもまだこの時期いいです。ただ見といてください、過去問どういう風に出てるのかなと。そうすると緊張感も出てきますし、モチベーションも上がってくると思うんだよね。だから過去問を一読しとくということを今日お勧めしておきます。この4項目ですねを高スタート切るための学習習慣、1にも2にもまず算数、そして国語、このあたりの 1,2 っていうところをね、意識して、勉強量を増やしてですね、平日4時間、土日祝日春休みは7時間、このあたりを目安としてね、勉強量を確保していってもらえればなと思います。春高スタート切れるようにね、皆さん頑張っていきましょう。では第一志望絶対合格に向けて頑張りましょう。